はい皆さんこんにちは会津チャンネルです今日は2024年9月21日土曜日になります今日から福島県会津若松市ここですね会津若松市において会津祭りが開催されますそして今日は会津祭りの初日ということで夕方から会津若松市内の子供たちによる提灯行列そして新明通りにおいて磐梯山盆踊り大会が 開催される予定だったんですけども、えー、ご覧のようにねあいにくの、えー、天気雨になってしまいまして、えー、提灯行列そして万代山本踊りとも中止になってしまいました、えー、本当にね、えー、今回のこの合図祭りに向けて全国各地からたくさんのね観光客の皆さんが会津、えー、に来てくださって、えー、そういったね、えー、x のポストなんかもねたくさん え見てお合図にみんな集まってきてるなというふうにね、えー、どんどんねテンションが上がってきていたんですけども、えー、本当にこの週末、えー、土日月にかけてね、えー、天気が悪いということで、えー、どうなるか心配していたんですけどもちょうちん行列、えー、そして合図万代さん盆踊りともね中止になってしまったということで本当に、えー、残念に思います。えー、そしててねねた、えー、たくくささん、ね、ここ合図に来てくださった方にに来だっ方本当に 申し訳ないいい気持ちででっぱす僕の力でどうにかなるわけではないんですけどもせっかく会津祭り楽しみに来てくださって初日雨でね中止ということで本当に残念に思います提灯行列そして会津磐梯山盆踊りが中止になってしまったんですけども今回ねこれからその本来行われるはずだった提灯行列の コースそしてバンダイさん盆踊り大会が行われる、えー、予定でした新名通りの方へ、えー、向かってみたいと思いますはい、えー、天気が良ければね夕方5時半から鶴ヶ城本丸の方で出発式が行われる予定でした、えー、本丸の方にね会津若松市内に住む子どもたちがね、えー、子ども会ごとに分かれてね、えー、出発式を行うはずだったんですけども 僕は、ね、子供の頃も、ね、子供会ごとにね集まって出発式をやってそして提灯を持って練り歩くっていうねのが行われていて本当に懐かしく思います提灯行列っていうのはもともと昭和3年秩父宮節子妃殿下のご成婚をお祝いして始まった提灯行列ということで長年ね続けられてきた本当に会津にとっても大切な行事の一つになっています はいえー、それでは、えー、鶴ヶ城の北側の入り口、えー、ここを出発して、えー、提灯行列のコースを行ってみたいと思います、はいえー、天気が良ければねこの道を通行止めにしてそしてたくさんの子どもたちが提灯を持って、えー、行列を行う、えー、はずだったんですけどもね、えーまあ寂しいですけどもまあ、しょうがないですね天気はねまあ人の力によってはどうにもできないので、えー、左側 若松女子高校があったところになります。そしてもう少し行くと国道118号線にぶつかります。その118号線を右折して新明通りの方へ向かってみたいと思います。はい、この動画をご覧になっている皆さん、会津祭りの町人行列にどんな思い出がありますでしょうか。まあ会津に住むね子どもたちであれば小さい頃町のね町内会そして子ども会で集まって 参加したと思うんですけども、えー、提灯を、ね、燃やしてしまう子っていうのが、ね、必ずいて、えー、こうそこをそこでちでうちが燃えているなんていうこともありましたけども、まあ、それがねちょっと小さい頃は。 まあ不謹慎ですけどもちょっと面白くてあそこでも燃えているここでも燃えているなんてねえそんなこともありましたまあ今はね本当にあに火事が怖いので気をつけてやっていただきたいと思いますけどもそして意外と疲れるんですよね鶴ヶ城から神明通りまでまあ距離で言えばねそんなにないと思うんですけどもそこを提灯を持ってこうねみんなで練り歩くっていうのはね意外となんか疲れた記憶もありますけども。 えー、そして観光客の皆さんはね、ち、え、ょ、ー、行列っていうのは、まあ、あまり参加する方はいないと思うんですけども、まあ、翌日のね、犯行行列にはたくさんの方が、えー、来ますけど、えー、この会津祭りの初日に行われる提灯行列っていうのもね、えー、こ子どもたちが、ね、楽しそうに歩くんで、まあ、来年以降ね、えー、ぜひそちらの方も見ていただきたいと思います。そしてもももなく新名通通りりに到着すするんででけども、えー、新名通りもね本来であれば 通行止めになってててそそししを組んでそして、ね、たくさんの人たちが会津磐梯さんをこう踊るっていう,、ね、こうイベントだったんですけども本当にその会津若松市にある企業さんが、ね、参加してその各企業さんでコスプレをしたり、ね、そしてすごい元気に、ね、踊ったりっていうそういった、ね、催し物が予定されていたんですけども、まあ、こうなってしまうと、ね、通行止めにもならないので今、ね、車が通っています。 はい、そししてて新名通りにに入ってきましたたアーケーケドには、ね、たくさんの出店が出ています、ねえー、本当だとねもう本当にたくさんの人たちがね出てねすごい賑やかになっていたと思うんですけどもそしてもう結構前から合図祭りの準備ということでこうしてこう商店街にもねたくさんの提灯合図祭りと書かれた提灯が掲げられていてもう本当にもう1週間2週間前から合図祭りのねこう気運が高まって盛り上がっていたところだったんですけども。 えすごいねずっとね天気が続いていて、まあ、たまにゲリラ豪雨のようなのあったんですけどもよりによってね会津祭り開催期間中の週末にね、えー、こんなまとまった雨になってしまうなんて、まあ、本当に残念で、えー、ならないんですけども、えー、でもね今こうしてみると、えー、結構ね人も出ているようで、まあ、提灯行列そして会津磐梯山盆踊りは中止になってしまったんですけども、まあ、出店も出てるんでね、えー、人も まあ、結構出ていいるかなと思います、まあ、観光客の皆さんもねもしかしたら、えー、今ねこう新明通りの方にいるかもしれないですよねうちの娘なんかもねあの友達と、えー、行,くのに行くのを、ね、楽しみにしていたんですけども、まあ、中止になってしまったので、まあ、今はね家にいますけど会津磐梯山盆踊りの方にはね参加される方、まあ、観光客の方もね多いと思うんですけども 本当にその団体さんだったりね、企業さんだったり、えー、そういったこう単位でね参加する方もえ多いんで、まあ準備だったりねすごくね大変だったと思うんですけどもね、まあ来年以降また皆さんをね楽しませていただければ嬉しく思います。まあ、結構若い人も出てますね。えー、ね、えー、ご覧のようにたくさんの出店が出ています。 まあこれはこれでね、あのお祭り気分をね、味わえるんで、まあいいのかなと思います。はいえー、そして、えー、本来だとここで提灯行列は終わり、えー、そしてね、会津磐梯山盆踊りっていうのも、えー、この神明通りで行われているので、えー、ここでこうぐるぐる回るような感じで、盆、えー、踊りをこう踊っていましたよね。はいえー、そして 明日以降はね、あしの日曜日、22日の日曜日は会津・反抗行列が行われます。朝の8時半から会津・鶴賀城、本丸の方で出陣式が行われて、<laughs> こう a いとね、皆さん、威勢のいい声で出陣式を行って、そしてそこからこう会津若松市各、各地、各所をね、練り歩く会津・反抗行列っていうのが行われますので。 ぜひね皆さん楽しみにしていただきたいと思います。まあ、それにはねあのこの天気天気が本当に重要です。まあ、小雨ぐらいだとね結婚されると思うんですけどもこれが今日見たくもう台風のようなね土砂降りそして強風だとまあやむを得ず皆さんの安全を確保するために中止という選択肢もねまあありますのでなので皆さんでね明日は本当にこう天気が良くなるように。 こう分厚い雲がね吹き飛ぶぐらいのこう元気をね皆さんで祈っていただきたいと思います。まあ、皆さんのねその思いが届けば必ず晴れると思いますので、えー、僕もね明日は楽しみにしています。えー、そして反響、えー、行,行列各所で会津、えー、に住むね日、えー、拠店生活をしている大林元子さんが、えー、各所でこのご案内のアナウンスをするということで、えー、ねその大林元子さんの アナウンスもす、ね、すごく楽しみですえそして会津を舞台にした会津、えー、出身の監督さん主演そして脚本家さんが制作した「えー、日めくりの味」っていう映画の、ね、こうスタッフとキャストさんでも、えー、出るということなのでね、えー、もう本当に楽しみでしかない会津反抗行列あそして何よりもね、えー、綾瀬はるかさんが今年もね、えー、来てくださってそして、えー、皆さんを楽しませてくれるということで。 本当に会津反光行列楽しみですそしてあさっては会津若松市内のね小学校の個的パレードそして同時行列っていうのも開催されますのでぜひね明日あさって含めて会津祭り皆さんね本当に心から楽しんでいただければ嬉しいと思いますまあさ何回も言いますけどもそれにはまずこの天気すっきりとね晴れじゃなくても、まあ、この際ね いいんでまあ、曇りでもいいんで雨だけは降らないで、えー、いただきたいと思います。皆さん祈りましょう、はいえー、それでは今回は2024年9月21日土曜日本来行われるはずであった会津祭りの、えー、提灯行列そして会津磐梯三本踊りの、えー、コースを走ってみました、はい、それでは皆さんまた。 明日お会いしましょう。今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。